黒岩明に待って、さあ黒岩明が勝負に出るか、3連勝へ向けて黒岩明勝負に出るか。しかし永瀬が抑え込む、ベテラン永瀬が抑え込んでいる。2017年9月以来のファイナルへ、永瀬俊一が1着で優勝を決めた。大栗が3番手で待ってブルーフラッグ、さあ残した大栗が今度は危ない未強に襲いかかっていく。2番手争い、サイド並んでくる、開ける大栗、開ける大栗、内から埋めない、内から埋めない、外大栗並んでいる、サイドバイサイド、大栗か埋めないか、2番手大接戦となっている。岡谷美幸2番手大栗、ブルーフラッグ残り1周。ここで木村が鈴木明夫を捕まえて2番手に上がりました。鈴木明夫3番手、6番の中野が猛然と追い込んでくるも、これは4番手の争いまでとなっている。先頭は4番の泉田、どうやら負け知らず3連勝で初優勝を完全 V で決めるか、王手をかけます。泉田修介今日も勝ちました。池田が先頭、1番人気に応えそうだ。2番手1番吉松が懸命に残している。泉田に続いて33期ファイナルなるかどうか。岡部が3番手へと突っ込んでくる、2番手まではしかし届かない。岡部3番手、吉松2番手残します。池田は咲かず。1月の締めくくりの4日間開催、いよいよその頂上決戦を迎えました川口オートレース場です。注目どころの多い優勝戦ファイナルとなりました。0と20、30の戦いです。0班には吉松勇気、10メートル永瀬俊一、岡谷美幸、泉田修介、20戦が小栗翔太、30戦は黒岩明、池田正和、木村武史です。ドラマが生まれそうなこの優勝戦、3連勝ただ一人、負け知らずの泉田修介、6度目のファイナル初優勝なるか、完全 V なるか。そのインコース岡山も復活をかけて試走2球、さらには池田正和も睨みを利かせます。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えました。3秒前、12レース、優勝戦スタートしました。さあ10メートルちょっと岡谷が先立ち、岡谷がスタート遅れてしまいました。池田もそこにちょっと引っかかった。泉田が行った、泉ダッシュ炸裂、2番手に上がりました。永瀬が3番手、木村武史が早めに上がってきた。スタートでやや3番の岡谷が劣勢になって最後方に後退。池田はその煽りを若干食らった感じになりました。レースは2周目、吉松
泉田、33期の2人が飛ばしていく。そして木村武史が3番手。さあここで同期対決、泉田が狙っていくが吉松勇気が残していく。勇気を持って走っている吉松が先頭でありますが、泉田氏からさあ同期対決はここで泉田が捉えました。さあ完全 V、 初 V へ4番の泉田先頭、食らいつけるか。吉松勇気2番手の位置、今日は父も見つめていますが、ここで木村武史、ここまで未勝利の木村武史が2番手に上がってくる。さらには池田が上がってくる。さあこの木村池田、 SG レーサーを従えてどこまで泉田押し切りになるかどうか。さあ睨みをかけせるぞ。木村が2番手の位置、その車間わずか1車身、体勢を築いてくる木村武史。泉田ちょっとブレた、ここで木村が捉えました。木村が先頭、泉田2番手交代。さらには池田、さあ池田序盤若干振りがあったが追い込んできました。池田が現在3番手、2番手泉田の直後で来ています。先頭は8番の木村、2番手へと。ここで池田が上がっていく。ブルーフラッグ残り1周回、木村が先頭、2番手が池田、3番手に泉田は下がりました。先頭8番の木村武史、今回はもう一押しが足りませんでした。勝利がなかった木村武史がこの優勝戦で決めます。決定力を発揮、木村武史が優勝だ。最後に笑ったのは木村武史。昨年11月以来通算74回目の V ゴール、池田正和、泉田修介を従えて木村武史がトップでチェッカーです。スタート後の展開もありましたが、早めに上がっていった木村、泉田の逃げを捕まえました。2番手には池田が上がり、泉田修介は3番手。初優勝はお預けということになりましたが、終わってみれば SG ホルダーの2人が先頭2番手でのチェッカーということになっております。以上実況でお送りしました。木村選手、まあ、近々地元でのグレートレース控えていますので、そうですね、スピードがありますね。ちょっと下回りを帰ったらすぐにしないとかという話も出ていましたが、どうなんでしょうね、まあ、一応やるのかもしれませんが、優勝はしました。そうですね、まあ、今回は思想がいきなり 2-4 出て強烈だなと思ったら蓋を開けてみると追い届かずに、まあ、思想が出てという意味では2日目もそうだったんですが、やはりレーサー誌、コーナーの乗り味が良くないと、本人は毎日こう首をかしげる感じだったんでしょうね、はい、なんで出ちゃうんだろう、そんなにじゃないのにっていう感じだったと思うんですけど、ですから最終日はそのあたりがうまく噛み合ったのかもしれない。そうですね、展開も後ほど振り返られれば見たいんですけど、そうですね、展開も良かった感じはしますけどね、はい、笑顔が出てますね、はい。木村武史選手、今年2度目の優出で、今年は年明けが優出だったんですもんね。川口をと来ていましたので、はい、川口連続参戦だったんですよね、年末お正月そんなに川口に関して言えば3連続、川口の開催はずっと走っていたということですもんね、はい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。